どうもー影やんです今日はですね好きなバラエティ番組参戦ということで、えー、3つのバラエティ番組というかお笑い番組というか、えー、を伝えお伝えお伝えして自分の好きなものをねこうちょっとお話ししたいなというふうに思います。僕結構テレビこう好きでですね結構見るんですよね。まああのー、面白いもの結構あるんでですね 結構そのテレビは見るなとかいろんなこういろんな意見があるんですけどもえ僕は結構積極的にテレビ見ますドラマも見ますしえテレビでね映画やってて面白そうな前もパラサイトを見ましたしねえそういう無料で見れるんでねこうすごいありがたいだからテレビのあの結構面白いものもあってですねそれをこう無料で見れるいうのがねまあ電気代ちょっとかかるぐらいで見れるっていうのはもうすごくいいかなというふうに思ってます、えー、時間の無駄やとか 僕は全く思わない、えー、ほんで、えー、僕は笑いが好きなんでそのバラエティーで、えー、をこう見るんですけども、えー、その中でねこう僕がすごく毎週楽しみに見ているものを3つをこう ちょっとと言いたいなと思いたな思ます。一つは、えー、ワイドなショーですね。ワイドなショー。これ、えー、お笑い番組ではないかもしれないんですけど、ワイド,ワイドショーになるのからちょっとよく分かんないですけども、えー、ダウンタウンの松本さんで、で東野さんですよね。えー、これを、このお二人がいることによってですね、すごくこう面白い、えー、番組になってるんですけども、その、えっ、ー、と、ゲストがね、えー、誰でも基本的に、あの、 え松本さんと東野さんがいるんでもう面白くこうなっていく感じなんとあとはこう何て言うんですかねその内容云々はあんまり別に。 毎週いろいろやってますけどそのことに対して別に何も思わないんですよね。そのことに対しての意見とかそういうことに対して何かを考えるいうことはないですね。その特にそのワイドショーの内容でね考えることはないですね。だから昼間やってるような番組むちゃくちゃしょうもないと思うんでそのあれあの番組をこう見るっていうのがねちょっとあの番組っていうかその。 ワイドショーとしてこうやってる番組にはすごく僕にとってはこう意味のない時間になるんでねえ全く見ないんですけどもそのえーワイドナショーはこう見るとでそれはえまあダウンタウンの松本さんと東野さんがいてこういろいろ掛け合いの中でやっていくほうでゲストといろいろやっていくんであれはこうワイドショーというよりはまあ えー、ゲストを呼んでいろいろ話し、まあ、ネタをから話しているトーク番組みたいに,に近い感じかなと思うんで,で、えーまあ、出演者がこう面白いからこう見ているということと、まあえー、そういうことがあるんかっていうぐらいでこう軽く見ていることですねそれがこう面白いかなというところです。でもう一つ、えー、は愛席食堂ですねこれは千鳥さんがやってるやつで。 えー、大悟さんノブさんが、えー、VTR をねこう誰かがこう旅というかそういうことをしてですねそ,のそれに対していろいろ突っ込んでいくっていうことなんですけどももうそれがむちゃくちゃ面白いなと思ってこう見てます。もうでこう寝る前にこう寝ながらというかこう見てたりしてもこうそれでもこう笑,笑えてしまうみたいなぐらいこう面白いですよね。こので,突っ込みでこう面白くなるっていうかその ツッコミが面白くなってそれでまた見て面白くなって更にまた突っ込んでっていうその面白さがあったりとかねで、えー、どっちも面白いですね。ほんでちょっとその方言で突っ込んだりしはるのもこう面白かったりしてこうずっと見てます。うん 1、えー、一回見出してから、えー、どん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 面白く感じるようにこうなってますね。前ちょっとゴールデンやってましたけども、ゴールデンではそいつもの面白さの良さがどこまで出てたんかなと思いましたけども、まあ、えーまあ、安定に、安定して面白い。で、えー、もう一つがですね、えー、あれです、えな、ー、えだか名前が出てこないですね。えー、金曜日の,あの有田さんがやってる、えー、番組ですね。えー何だか 全力脱力脱タイムズですねな,んかなぜか名前が出てこなかったですけども「えー、全力脱力タイムズ」これはもう面白いですね。これ僕好きなこう種類の、えー、内容ですね。で、えー、ゲストお笑いのゲストと、えー、俳優とかそういう。 えー、どっちかというとその色もんではない、えー、ゲストがこう出てきてです、ねでえー、全体的にこう進行しながら全てボケてるんですけどボケとしてやってるんですけどもそれをこうお笑い芸人の人がツッコミのお笑い芸人ばっかりじゃないんであのボケのお笑い芸人の人も出てはるんですけどもそれに対していろいろとこう突っ込んでいくというかこう困らせていく感じですね。そのお笑い芸人の ゲストを困らせていってそこをどうやってこう処理していくかみたいな感じになってるんですよね。で、えー、あれがね、えー、どこまで本当に困ってるのか分かんないですけどもこうものすごい面白いですね見ててね。で、えー、カットが入ってですねそれでちょっとこう感想パッと言ったりするところもこう映してるんでその,そ,のそこである程度の本音が出てると思うんですけどその面白さもあったりとか。で芸人さんはでも あのカット入って使われるのも知っててちょっと喋ってるかもしれないですけども、えー、その辺がね。こう面白いかなというふうに思います。だから、えー、僕はまあ1週間に1回、その1週間分の録画をこうするんですけども、その中絶対入れているのがだからワイドナショーとでえー、ま相席食堂と。えー 全力、力、脱タイムズはこう入れる形もう他にもいろいろ見てますけども、えー、今今日挙げるのはその3つということですねそれが結構こう面白いですねで前ちょっとワイドナショーがですねなんか予約がちゃんとできなくて10分ぐらいしか入ってなかった時はちょっとね、えー、がっかりしたんですけどもそれぐらいこう面白いかなだから日曜のの夜、朝はその リアルタイムはね、その仕事してるんででできないんです。仕事終わってからこう見る楽しみですね、うん、になってます。ということで今日は、えー、好きなバラエティ番組参戦についてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。